マリーという動詞をあの使った文法問題というのは非常によく出てくるんですけども、まあ、この問題もまさにそういうパターンの問題なんですねこ、まあ、これが主語ですね、えー、私のいとこたち,の中の1人ちょっと気をつけてほしいんですけどもこの時ってこの主語って単数ですか複数ですか これねこの動詞に何を入れるのかを選ぶときにちょっと悩まないといけないところですよねえというのはこれ動詞の直前の名詞は数ずなんですよこれ複数形なんですね、えー、なんですが前についてるのはワンなんですよこの時って単数とします複数とします あのこれ意外とあのなんか長文の中で出てきたときに混乱なんかしちゃってはいけませんのでえ確認しておきますね。OfMyCousins ズズっていうのはこれは1という言葉を修飾している言葉ですのであくまで認証判断何人証なのかを判断する単数か複数かを判断する時はこの1で判断します。ですからこれって3人称の単数ですからね。はい であとはここに何が入るのかということなんですが、まあ、内容的に見てどうも結婚するって意味ですよねで、えー、誰とですか、えー、小説家とねなんですが、えー、問題は1番2番3番4番この中で選べるのは何でしょうかまずこの中で、まあ、さっき言いましたねこれ三人称単数ですということは4番はもう絶対ないねだってもし現在形だったらマリー図にしないといけないからねえー、でマリードだったら実は正解なんですが、えー、時勢も違うと。 あの、マーリードだったら、ま、形としては OK ですが、今回ないですからね。となった時に、じゃあ、この中で選べるのは何なのか。はい、答えはですね、3番です。え、got married to。え、この形が正解となります。ポイントは、そもそも誰々と結婚するという意味で使うのであれば、マリ y これは他動詞なんですね。え、他動詞なので、え、マリ y 人。だから、さっき言いましたよね。 え、ここね。このマリーはダメです。ただし、もしここが、まあ、マリーズだったら、文法的には大丈夫。ただ、時性的になんか変な感じしますけどね。もしくは、えー、これ過去形でもしこれが、マリードってなっていたら、正解になります。マリードだったら正解なんですが、はい、これね。なんですが、そうなっていないので、×ですよと。で、じゃあ、1番、2番はっていうことですが、あの、まあ、マリーはそもそも他動詞だから、マリードとという形で全知識が来ることはありえない。 で、get married ですが、はい、後ろに来る前置詞は、あのどうしてもね、なんか、結婚って、2人の人が一緒になるって意味なので、with をつけたくなるんですが、違いますよと、to じゃないとダメですよと。はい、ということで、えー、ここね、get married、もしくは be married to、えー、ここをしっかりと押さえておいてください。えー、get married with とか、marry with というふうにはしないように注意をしましょう。